下田歌劇でこんばんは。ゆかのメイドの土産です。今日は初めてですが、最近スイッチを買ったわけですよ。はい、はい、スイッチを使ってこの前没収されたお土産の争奪戦をしたいと思います。欲しかったね。メイドの土産、こちらの動画でお土産を当てて当てられ争奪戦みたいなゲームをしたんですよ。結局全員お土産をね没収されました。そのお土産をかけて今日はねスマブラで勝負をしたいと思っております。俺はもともとこのお土産が欲しいって言ってたんで当てられてるんですよ。だからこれ今めっちゃ欲しくて、さやかもそれが当てられてるんでこれめっちゃ欲しい。めっちゃ欲しい。でたっくんもこれ当てられてはないんやけどめっちゃ欲しい。めっちゃ欲しい。でお母さんこれはちょっと恥ずかしい。さすがにな、これで自転車壊れたら有名おばあちゃんになるから近所で。今日はルールが一つあるんですが、お母さん可愛いんやけどそんなに欲しくないって感じ。なんか多いな。なんで今日はお母さんに買ったらこのアイテムをゲットできるというルールになっているんですが、まあ、もちろんねお母さんそのやったことない。1回もさっきね5分ぐらいやってたんですけど、ハンデとして俺とタッくんとさやかは 300% スタートで、お母さんは 0% スタートでやっていきたいと思います。まあパーセントっていうのは 0% が吹っ飛びにくくて 300% ワンパンでも結構飛んでいっちゃうよっていうようなハンデになってます。どうする？さやか150とか一緒じゃん。さやかも結構強いからな。いける。さやか自信満々みたいな。はい、言うたみたいな。ね。まぁ、あ、ちょっと小手調べに、4人で一回やってみようか。やる。いや、よしようか。大乱闘。誰マリオやん。さやか。ボタンが分からへん。俺じゃあドンキーコングでしょ。あー、なるほどなるほどなるほど。色々変わってるやん、だって。はいはいはい、はい。かわいいね。中山筋肉にね。お母さんもいいの変えたわ。変えたい。こっちこっちお母さんに。俺ちょっと。あ、これがいい。俺じゃあ下田歌劇で行く。あ、ゴールドとかあったりとか。見て。あ、いいや。これ。これで行きましょう。今熱いぞ。めっちゃ震える。震えるな。震えてるわ。あ、それ震えへん。お母さんのコントローラーの持ち方みんなに見せ、あ、ちょっと見せてあげたよ。え、ちょ待って、むずくないこのコント。あ、終わった。ボコやん。あーあーあー、お母さん下で落ちてる。落ちちゃう。お母さんピーチがいい。え、タックうまい。これ何？これ落ちるか外に出したら勝ち。くっそ、惜しい。おー、すごい。うまい。終わった。ということで、まあみんなこれぐらいの実力っていう。もういただきたも当然ですね。大事なところで勝った。これでな、ようやるわ。めちゃくさい。あ、でもお母さん来たいんや。よし、じゃあメイドの土産。じゃあ俺、さっきタイちゃん対母上でいきます。いきまーす。頑張れ。3、2、もうだって見てもほら、マリオほかほかやもん。お母さん頑張れ。このまませこい。いけいけいけ。あーちゃん、あーちゃん、こういうことです。むずいむずい。メイドの土産。ちょっと強いもんな。なんか強い。なんか強い。ゲーム超素敵だ。ゲームってあれかな。飛び道具あるんかな。わからん。ほかほかやん。あのわけ来た。あのわけ来た。危ない。危ない。
ば6秒メイドの土産違う、もうな、近づいたらあかんねんせやな、近づいたらあかんねんめちゃめちゃホカホカやもんなあ、うわーでも普通じゃない普通にこれ無理やなめっちゃ近づいてくるよめっちゃ怖いよ無理やわこれ無理やわ怖いわもうちょっと広いなステージが一発やもんなどの攻撃でもメイドの土産お母さんもうちょい足あ、俺そこ叩かない感じかもしれないブリブリ魚のブリって魚ねあまりにも母上が強すぎてちょっとルール変更というか最強ですまず、マリオカートね母上以外はやったことありますで母上がガチ、コントローラーも触ったこともない状態です母上がスタートしてから、30秒後にこの3人がスタートします1位は、100で、2位が150うん、で、3位が200にしよう200、300はもう無理やな、絶対あれで、母上に万が一負けた300母上は殺しに行くがかりっていう感じでございます、はい、緊張する緊張する、マジでこれめっちゃ可愛いな、ラメ可愛いな、桜やでコントローラー、でもこれ、面打っといな、うん、切りたろお母さんスタートこれ5 4 3 2 1スタートえ何いけるいけるいけるちょっと待って嘘やろお前壁持ってたんかやでもうやだもうやだやだやだ全員300ほんまやもう一回やるだけじゃん全員300半分に減らす今30秒やったいやこれはね30秒ぐらいもう一回300で挑戦しよう、うん、もうそうするしかないでもう無理やったらもう一回お預けやメイドの土産ということで普通にリベンジになりましたリベンジということでリベンジピカチュウでいいんだあでもピカチュウ賢いな誰かさんフィーチャーして何があるか分からん精神統一腹立つなおっ危ないピカチュウどうやって出すの電気マシンフィーチャー顔面クリーンヒットめっちゃ早くないやばすぎるピカチュウ攻撃してないもんいつも多分 0% で勝ってるやろハイライトみたいわこの手の振り方手の振り方がもう後続やもんかわいいピカチュウ手の叩きメイドの土産頼むで頼むでクッパ兄さん余裕すぎあクッパ強そうほかほかやけどねでもうまいお前自分が悔しい今のやばいメイドの土産よしピンクのままにしてもらったわ
勝てんちゃう大事勝てんちゃう そんなこれはもはや勝手に落ちてもらうだって待って1秒も経ってないんじゃん。めっちゃリンゴが一番強いよ。ちょっと待って、飛び道具出そうとした瞬間2秒メイドの土産、はい、はい、ということで、はい、結果母上がただただ強いっていうのが分かりましたね全員敗北しました。負けた、はい、ちょっともう一回やりたいな、うん、せーな、面白すぎた、取れるまでやりたい、増やして、はい、ということで続きがあるかもしれないんで、もしよかったらまた見てください。はい、もうちょっとお母さんが強くなったら普通にパーセントやな、減らして戦えるからな、うん、多分もしかしたらゲームハマっちゃった可能性もあるんで、うん、はい、あの母上の練習動画ももしかしたら上がるかもガチ練習動画はい、ということで、はい、今日の動画がですね面白かったと思ってくださった方はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、せーの、バイバーイ。めっちゃ悔しい